これよりただいまご覧いただきました真っ赤な嘘のプロデューサーでご出演をされた渡辺拓さん、撮影監督の新谷石松さん、ご出演の上原浩司さん、渡辺さゆりさんよりご挨拶をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。どうもこんばんは。見ていただいて本当にありがとうございました。こんな格好してるんですけど、僕41歳なんです。来年子供生まれます、はい、奥さんは現地には辛くなるから見に行かないと言ってました、はい、よろしくお願いします。はじめまして、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃないよね。ありがとうございます。ドナン役の上原浩司と言います。あ、正しくは宮島五十六役の上原浩司です。はい、本日はどうもありがとうございます。谷川美雪役の渡辺さゆりです。今回はこのような機会ありがとうございます。映像作家の新谷石松と申します。今回は、監督が不在なんですけれども、僕はその撮影から、映像化までを担当しました。ありがとうございます。もうあえていろいろ言うことはないという感じで、作品もすごく独特で、コメディーって笑えるところもたくさんあるんですけれども、作り方とかすごく、作り込んでいるところもあったり、独特な作品だと思うんですけれども、この今回作品の制作の経緯とか、その制作時のエピソードのプロデューサーの天野子ちゃんから伺えたらと思うんですけれども、よろしくお願いします。普通に喋ってもいいですか？大丈夫ですか？今回制作するにあたって、もともと僕と撮影監督の石松と、今日不在なんですけど監督の赤池と3人でずっと小さな映像作品をずっと作り続けてきていました。で、文化庁の方から以前に僕らが海外の映画祭で賞をいただいたりした経緯がありましたので、文化庁の方から今回の作品を作る制作費の方をご援助いただいて作らせていただいたんですけど、なかなかそれが交付決定しなくてですね、お金出ますよって言ってもらえるまで3ヶ月か4ヶ月ぐらい待って、最悪そしたらもうしょうがないねなんて言ってたんですけど、11月の20日に、21日か正確にはに、交付決定いたしましたと連絡が来て、おーやったーと思ったんですけど、正午の試写会までを12月の31日までやってくれと、バカこけと何を言っとんだお前らはと思いましたけど、でもやるって決めたらとことんやるっていうことだけを常に気に考えておりまして、企画脚本制作から初号試写の編集までを丸1ヶ月でやりきったという作品でして、全員おじさんなんですよ。全員ちゃんとおじさんなんで、撮影中はもう、本当2人は知ってると思うんですけど、みんなのコルセット巻きながら、朝起きるとあそこがいてここがいてって言いながら、そんな感じでもう古民家に泊まり込みで撮影しまして、で撮影は朝6時とかに現場来てもらったんで、7時とか始発でね、そうだよね、はい、でドナンもその時間結構厳しいですって言うんですけど、なんとかなるだろうっていう、やりますやれますやってみせますしか言わないんです僕らなので半ば無理やり来ていただいて、朝から撮影、夕方夜までやって、みんな帰った後にすぐ編集始めてね、でまたそのまま小1時間寝て始めるという地獄のようなスケジュールで撮影しました。はい、ありがとうございます。ドナンさんはあれですか、撮影時のエピソードとか何か印象的だったことあります？いやそうですね、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。
あの先輩なんで、あのたくさんいじっていただいて、でおかげさまでこんな、ね、あの声も上げていただいて本当ありがとうございます。本当にありがとうございます。あの一番あの楽しかった、全部楽しかったんですけど、一番辛かったのはあのなんだっけ、ミックモック、ミックモック、あの TikTok みたいなやつですね。あれこんなこと一人でやってるんですけど、あのカメラ回って、もちろん音声も撮ってるんで誰も声出せないですね、他の人たちって。で大抵ああいうのって一人でやるもんじゃないですか。であれをこうまだ周りにこうクルーとか監督とかみんないるところで、あれ一人でやるっていうのはなかなか、はい、大変だったなというのが、はい、あれを見ながら1年ぶりぐらいに思い出しました。はい、ありがとうございます。渡辺さゆりさんはいかがでした、撮影時のそんな素敵な男性たちに一緒に撮影をしていて、どうでしたか？そうですね、あのすごい面白い、もう本当に素敵な、はい、方々に囲まれての撮影で、あの試着室のドナン の32面のところとかも、あの覗いた先に実は私もいたりして必死に声を出さないようにしたりするのが大変だったりとかっていうのを今でも覚えてます。はい、ありがとうございます。お話もっとね、あの見てたりお話聞いたりもしたいんですけれども、この後またロビーでもしよければ、あの見たこのお客さんの方からも感想を伝えていただければと思います。最後にあのそれぞれ の皆様の活動、今後の予定をお伺いしたいと思うんですけれども、あの渡辺さゆりさんの方から順番にお伺いしてもいいですか？はい、この、はい、今後のご予定など。今ちょうど本当にあのこのチーム全員関わるあの堀城として、あの長編の映画をあの今制作中で、来週から撮影に入るということで、その準備とかもあって今日監督が来れてないんですけど、あのなので今はその長編制作を頑張ろうというので、ただそれだけという感じで今やっております。今後も面白い作品作れたらなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、今あったようにあのまた長編をですね、ダクさんと堀城の皆さんと一緒に、させていただくということで、もうすぐ始まるという感じで、私も準備をしております。はい、またあの皆様に、楽しんでいただけるように頑張りますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、あの大体言われてしまったので、はい、そういうことなんですけど、あの来週の日曜日か、今週の次の日曜日か、金曜日だ、次の金曜日から撮影が始まって、また怒涛のスケジュールで撮っていくんですけども、またあの来年のですね、こちらの映画祭にも出品したいなと思ってますので、またそちらで皆さんにも見ていただければなと思っております。あの遠回しに流してくれって言ってます今、はい、あのまあ、それも含めてですね、まだ映画祭が終わったら再来年からまたあの全国単館上映とかっていうのもあの視野に入れて進めておりますので、また皆さんに楽しんでいただけるように頑張っていきます。よろしくお願いします。ありがとうございます。ではここで多摩映画フォーラム実行委員会竹内委員長より、 ある視点、ニューウェーブのある視点上映の記念パネルを進呈させていただきたいと思います。竹内委員長、よろしくお願いします。ではそのままフォトセッションに移りたいと思います。あのご登壇の皆様、中央に寄って手を挙げているオフィシャルのカメラの方に目線をいただけたらと思います。オフィシャルもこのままですよ。それでは、真っ赤な嘘のスタッフキャストの皆様、ありがとうございました。大きな拍手でお送りください。
ここで休憩を挟みまして16時50分より明けましておめでとうございます。